3月11日曇り肌寒い。昨日は珍しく雨も降った。ポールポジションはゲルハルト・ベルガー。フェラーリからマクラーレン・ホンダに移籍し初のポール。電気系統のトラブルに端を発し、パワーダウンに泣いたセナ5番手。88年イギリス以来のフロントロー脱落。マクラーレンのニューマシンは MP4-5B45 をベースに空力面を改良。バットマンディフューザーと呼ばれるリアアンダーカウルがついた。シーズンオフに絶好調と見られたフェラーリだが、予想外のグリッド。プロストは7番手、マンセル17番手。エンジンのオーバーランとセッティング不足が響いた。フェニックス、人工的に計画されたビジネス街に今90年 F1 開幕の火蓋が切られた。グリーンフラッグが振られた。シグナルが間もなく点滅する。赤から青に変わって今スタートです。さあベルガーが出た、ベルガーが出ました。そしてマルテリがいます。セナレットもいます。セナはどうか。セナはちょっと外側に膨らんだ。セナは外側に膨らんだ。さあそしてハレジーがいます。ハレジーが4ついた。ハレジーが4つきました。ハレジ旋風ここに始まる。鮮やかにトップに立った新鋭はコーナーを抜けるごとにリードを広げた。ベルガー油断と判断ミスで1コーナーを取りこぼす。第2コーナーのパトレーゼ、オゼンダのブルイヤールにノーズを壊されピットに直行。2位ベルガークラッシュ。9周目のタイトな左コーナー、タイヤバリアに激突。ブレーキとアクセルペダルを踏み違えた。困惑の表情を見せるホンダチーム後藤治。マクラーレンに移籍し初めてのレースでベルガーは凡ミスを犯して、ポールポジションからのチャンスすら生かせなかった。ベルガー素直に謝った。アラン・プロストのフェラーリ641は早い段階からオイルを不吉な霧のように撒き散らしていた。22周目その兆候はさらにひどくなり、スピードも落ちてきた。ついにピットイン。コクピットにまで煙が立ち込める。フェラーリ側の発表はエンジンのオイル漏れ、しかしギアボックスに関連していることも確かだ。基本的なマシンの性能は OK、 細かい課題が残されているねとプロストは語る。ベルガーに代わって2位のセナ、燃料が少なくなるにつれじりじりとアレジに迫ってきた。お楽しみはこれから始まった。ここで完全に入った。さあ出られた。さあ出ると、さあセナが出る。さあアレジ負けた。セナが抜きに行った。やっと取り切れる。危ない。いやすごい。昨年の鈴が思い出した。危ない。いやアレジのファイトが燃えてる。アレジはひるまない。生優しい相手ではない。セナは瞬時に見て取り、コックピットで感心していた。先輩ドライバーの威嚇に負けない。セナも新人の頃そうだった。そして若者とのバトルを楽しむ。F1 ドライバーの戦い。後藤が笑い、ケンティレルが北添えをしてやったり。おっと、おっと、ファイティングがくるくるっと、フラメンコダンサーのようだ、あるいはフィギュアスケートのようだ、くるくるっとスピンした。火を吹くマンソン、クラッチの焼き付きからオイルタンク破裂炎上。鈴木アグリは7位のポジション、チームメイトのエリック・ベルナールを抜き、さらにリードを広げつつあった。去年まで予備予選で数周しか走れなかったアグリが今50数周のラップを重ねている。入賞も夢ではない。アグリを長年応援してきた伊藤オーナーが祈るように見つめていた。その時ブレーキトラブルでコースアウト、残り20周でリタイア。しかし満足のいくレースであった。電光板がトップ6を告げている。6位中島、ティレル2台が入賞。1989年チャンピオン一歩手前まで行きながら外的要因でドアを閉ざされ、憂鬱な冬の季節を過ごしたセナが終始冷静な走りで開幕戦を制す。苦境をバネにセナの闘志が蘇ったのである。
く前、長い確執で戦意を喪失したが、その一生で吹っ切れた。ブラジル国旗が舞い、そして日の丸が舞う。中島、まずワンポイント。セナ、明るさよみがえり、風格は増した。シーズンはセナ、プロストにどんな影を落とすのか。久々にレースを楽しみ、若武者アレジを祝福。